性のやや特別編ですね。で、ここは、編集工学研究所の3階のオフィススペースです。まあ、これは仕事の途中の、プロジェクトのペーパーなど貼ってあるままですけれども、僕の書斎はまたちょっとこっち側にあるんですが、今日はここで、お話したいなと思ってます。お話したいことはですね、まさに今のコロナパンデミックの中で、まあ僕はどんなことを考えているのか、あるいはそのことをどう捉えているのか、それからこういう見方をした方がやっぱりいいんじゃないかと、いくつかまあいろいろこの1ヶ月、あるいはもうちょっと経ちますかね、3月からすればもうちょっと経ってるかもしれませんが、まあ、実は僕はもうちょっと前からこのことに関して、あるいはこのことに近いことをずっと考えてきたんですね。まあ、その辺をお話したいなというふうに思っています。まずですね、大変ですね、皆さん。ソーシャルディスタンスを守って、いわゆる自粛ということをまあやってるわけですけれども、まあ、いつ解除されるか。もうひょっとしたらこの私のツッカン生後のやや特別編というのが、リリースされる頃には一部解除が起こってるかもしれませんが、それはともかくとして、まあ、かなり異様な体験をしたんだと思いますね。私たちがこの大騒ぎの最初の情報をニュースで見た時は、こう横浜港のところにですね、ダイヤモンド・プリンセス号というプリンセス号か、非常に巨大なね、あまり普段見たことのないような豪華客船が止まっていて、そこの中でなんか大変な病気が流行ってるというニュースがかなり最初にありました。で、まるでその病んだ豪華客船のようで、映画のようでしたよね。あんなとこで何が起こってんだろうというようなですね、そんな感じがとてもしたんですけれども、まあ、ワーグナーに神々の黄昏というですね、有名なオペラの一部がありますが、まあ、そんな感じもしたし、これは何か起こってるなというのが分かりながらもですね、今400万人ですか、世界中でそのまだ数十人とか十何人とかというようなニュースが流れてた頃です。でもあの客船の巨大さからしてただならないことが始まったという印象を持っただろうと思います。で、一方私たちはもう一つではですね、武漢の中国の武漢の食肉市場市場ですねの映像があんまり詳しくはなかったけども流れてた。で、どうもここで、たくさんの感染者が出ていると。で、こうも非常に対照的ですね。こっち側のこの武漢の食肉市場は、今度はブレードランナーの酸性雨が降っている街の中のこう、ややこしいですね、蛇だとか、なんか怪しいものをこう売ってるようなね、そういう市場感覚がしました。ただどうも武漢の映像は静止画が多くてですね、あそこをこうスルーしたカメラが通ったりもしなかったし、周りもよくわからない。で、一方、このダイヤモンド・プリンセス号の中もよくわからなくて、もう毎日毎日そこだけがこう映ってると。で、やがて、その、韓国だとか、いろんなところ、日本でもですね、海外からの帰国者が、横浜行った。あるいはどっか行ったっていう、こうトレーサビリティって言いますが、その感染者がどういう動きをしたかということが、最初はこう個人個人が克明に報道されている。で、それがやがてガーッと燎原の火のように広がって、まあ、ついにその1000人とか1万人だとか5万人だとか、今400万人でしょ。まあもっと広がるかもしれませんね。しかも潜在的な感染者っていうのはわからないので、もっと1000万人クラスの地球上で、このコロナウイルス、新型コロナウイルス、正式名は COVID-19 っていうんですが、それがこう、悪さをしているというふうには言うべきかどうかがこの後僕は説明しますけれども、僕なりの考え方をみんなにとってはですね、とんでもないおっかないものが起こると。で一方でこれをキャッチして検査していく制度、これはPCR だとかいろんな検体検査があるんだけれども、なんかそれは日本の場合非常に遅れてるというかよく分からなくて、ともかく厚労省の発表ではですね、37度5分が4日ほど続いたら病院に来てくださいというような、そんなアナウンスメントのもとに何が起こったのかよくわからないというようなスタートを切ったわけですね。おそらく他の国では、特に中国ではと言ってもいいかもしれませんが、これはSARS や MERS だなと思ったはずなんですよ。でところが僕も全部ニュース見てるわけじゃないけども、知る限りこれは SARS や MERS に近いですねというようなコメンテーターもアナウンサーもいない。これは完全に SARS、MERS、新型ウイルス、インフルエンザですね。新型インフルエンザのウイルスの特徴なんですね。先に結論を言うと、これ RNA ウイルスというもので、これがなかなかただものではない。で、SARS は2002年ですか。で、あれはコウモリが媒介をして、そしてハクビシンと言われてるんだけど、もうこれはっきりはしない、まだ。そしてそのハクビシンの肉を食べたか、触ったか、何かが起こって人に感染していったわけですよね。これは SARS です。で、これも RNA ウイルスですね。RNA ウイルスがどういうものかっていうのは後でちょっと言います。で、MERS は、これはサウジアラビアでヒトコブラクダを媒介にして起こったわけですよね。でやっぱりそのラクダの肉を食べたか、糞尿に触ったか、よくわかりませんが人体に入ったと。で、ウイルスってもともとはですね、人から生まれるわけじゃないんですよ。これも後で一言だけは説明しますけれども、おそらくは、世界中を回ってる鳥が持っている何かなんですよ。でその何かということをこれどういうかというのも非常に難しいんで、今日は3回か4回ぐらいに分けてお話したいと思うんだけれども、その鳥から何かが始まって、それが獣、おそらく四つ足で、場合によっては食肉動物、そんな動物食べないと、例えば僕らはラクダの肉はあんま食べないけれども、でも糞尿にも出会ってないですね、ラクダの。だけど何かそういう食肉系の動物と人々、人類、私たちが関わってる間に変異していくんですね。でウイルスの本質は変異です。で今日の話の本質の一つは変異です。ちなみにその MERS っていうのはですね、サウジアラビアで起こったので、あの M はミドルイーストの M ですね。中東の呼吸器障害症候群。これは MERS という略語になってるわけです。本当はだから今回のもかつて WHO がつけた名前の付け方で言えば、チャイナウイルスとか武漢ウイルスとかなんたらかんたらっていうその国名とか地域名をつけるんですが、これは完全に中国が反発をしてですね、絶対つけさせない。でトランプ大統領はチャイナウイルスだとか武漢ウイルスって言い出すと、も習近平以下完全に反発してですね、絶対その名前を付けさせてないんで、どうなるか分かりませんけれども、そもそもその MERS もですね、サウジアラビアで起こって次ロンドンですからね。で誠に不思議な回路で、一人の旅行客がサウジアラビアからロンドンに行ったためなんですけれども、そうやって起こると。そういう中である時からだんだんこれは学校閉鎖になったと。例えば北海道の鈴木知事がですね、小学校全部ロックダウンしたり、封鎖をしたり、安倍さんもそれをやったと思いますけども、まず子供にそんなことは書からせちゃいけないっていうようなことが先行したわけですが、実際には何がどうなってるかわからないままそういうことをしたんだろうと思うんですね。この話をしてると気にはないのでちょっと先へ進みますが、何がこの面倒な問題なのか、あるいは非常に考えるべき問題なのかというとですね、そのウイルスが生物か非生物かがわからないっていうことが一つ大きな後ろから来る、どこから来るルーツにあると思うんですよ。普通は植物にしても動物にしても我々にしてもですね、どんなものも生き物はですね、ある特徴を持っています。共通の、それは今の生物学ではそうしています。何が共通の特徴かというと、細胞を持ってるかどうか。ところがウイルスは細胞を持ってないんですよ。で、普通細胞があればですね、その中に核があって、そこに RNA とか DNA とかミトコンドリアがいて ATP という、これは栄養にあたる生物エネルギーを作る工場が出来上がって、それが1個の細胞としてどんなバクテリアや細菌やアメーバーでもですね、その単細胞でもそれを持ってるんですね。で、それを持ってるってことは何かっていうと、自己増殖できる、自分で代謝系が作れるということです。そして複製をして、その遺伝子のプログラムで次から次へ世代交代をしていける。ところがウイルスはですね、それがないんですね。生物ではないかもしれない。というか、今の生物学上の定義では生物じゃないんです。非生物なんです。にもかかわらず遺伝子は持ってるんですよ。細胞がないのに遺伝子は持ってる。しかも普通細胞、核の中の細胞、核酸ですが、遺伝子は。核酸には RNA と DNA とこう2つあるわけです。ところがウイルスは RNA のウイルスか DNA のウイルスかに分かれちゃうんですよ。で、この新型コロナウイルスは RNA ウイルスなんです。で、SARS、MERS、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザは RNA ウイルスです。だから我々はですね、日本人はちょっと知らなかったかもしれないけれども、実は SARS や MERS を体験している、本当は国ではですね、それを防御できたかどうか。それのまた話もしなきゃいけないけど今日しませんが、防御できるかどうかはですね、一つは免疫系を作らなきゃできません。で、免疫はどうやって作るかっていうと、ワクチン、その本体のウイルスのあるものを取ってきて中へ入れて、これを非自己というんです。ノットセルフを入れると自己ができるんですね。セルフができる。ノットセルフを入れて自己を作る。ノットセルフを入れて、だからちょっとずつ注射をしてですね、インフルエンザのワクチンを打たれた方いると思います。あの中にはそのインフルエンザワクチンがちょっとだけ入ってるわけですね。で、それによって、免疫。これ B 細胞とか T 細胞とかヘルパー T 細胞とかいろいろな、マクロファージとかいろんなものがあるんですが、そういうものがこっち側の中で反応して、その免疫というものを作るんですね。それによって予防ができるんだけれども、幸いというか、そのインフルエンザとか SARS、MERS はワクチンおよび治療剤というのができたんですね。だから、ここまで感染はしなかったんです、数は。非常に驚くべき、でも恐ろしい、流行でしたが、それは止められたんです。で、今回の、ご存知のようにコロナウイルスはですね、今のところワクチンがない。それから治療剤もそれ用のものがない。エボラウイルス用のものとかですね、別用のものが、あるいはエイズ用のものを、仮に使うとひょっとしたらうまくいくかもしれない。だけど妊婦さんはダメだとか、ちょっといろんなこと副作用が起こりますぐらいのことで、なんとか今からやろうとしてるし、これも各国によって違うんだけれども、そうなってますね。それはともかくとして、そのウイルスというのが非生物であって、しかし RNA か DNA のウイルス、遺伝子を持っていて、でも細胞がないから、そこで ATP が、つまりエネルギーが補給できない。だから自己増殖できないし、複製もできない。そこでウイルスは何をするかっていうと、相手の生物に入って、これ、宿主と言いますが、宿を借りるんですね。ホストと言います。そこへ入ってきて、そこで、そこにこうカプシドとエンベローブっていうのがありまして、それをこううまくスパイクでバサッと、今、コロナウイルスの映像がよく映ってますが、こんなものがこうくっついてますね。あれはコロナのように見えるけれども、スパイクですね。あれがバシャッとこう入ってって、で、カプシドっていう殻を持ってまして、それの中に入っているその RNA の遺伝子です。これを中へ送り込む。そうすると、こっち側には細胞があるので、ヒトコブラクダであれ、コウモリであれ、我々であれ。その細胞の中にそいつが入って、その中で自己増殖をして自己複製をするようにしてるわけです。だからこいつはウイルス自体は生物ではないかもしれないのに、遺伝というものを持ってて、情報を持ってるわけですよ。情報。で、ここにもあります。だからこの情報と情報がうまく合わなければ、これはアレルギーとか免疫不全っていうのが起こって、この本体もやばい。こっちもやばい。だけど、ともかく情報を持ってる。で、そういうものがですね、中に入ることによって、私たちはですね、感染ということを起こすわけですね。だから、まずここまでの話を一つまとめると、ウイルスは非生物かもしれないけど生きている。何が生きているかというと、情報が生きている。だからこれを生物学でウイルス粒子、生物とは呼ばないですよ。粒子ですよ。これビリオンという。生物学的にはビリオンと呼んでますが、ビリオンというのは来る。だけど粒子だから、それはその素粒子みたいなもんですよね。あるいはなんか練り健康の粒子みたいなものでしょう。そういうようなものが入ってくるんだけど、情報を持ってるために変化を起こす。さっき言ったように、そこには RNA ウイルスと呼ばれるものが入っていて、でそれが我々の体にこう来るので感染が起こる。しかしこっから今日の話なんですが、さあこのことをどう考えるかですね。実は RNA ウイルスにはですね、いくつも種類があります。レトロウイルスっていうのがあったり、これは逆転者酵素っていうのを持っている非常に不思議なものです。エイズがこのレトロウイルスですね。HIV が一本の鎖だけの RNA ウイルス。2本の鎖の RNA ウイルス。で、1本の鎖にプラス何かが加わっているウイルス。これが今回のコロナウイルスです。それから1本の鎖から何か抜けてるウイルス。6種類ぐらいあるのかな。で、コロナウイルスというのはその、1本差プラスウイルスという、RNA ウイルスというものなんですが、ともかくこういうことが起こってるということから何を考えるといいかというとですね、これは次回お話したいんですが、ウイルスが悪さをしてるというふうに言い切れないじゃないかと。そうではなくて、私たちの生命系は、もともとこのウイルスのようなものを使って、細胞を作ったんではないか。じゃないとウイルスが外から来てですよ、侵食して仮の宿に増殖をさせる、複製を起こすというようなことが説明できないんですよ。ということは、おそらくこの細胞にはウイルスが入ってもいいような親和性とまでは言わないけれども、何かがあって、そのことによって生物が進化してきた。だから未だにでも残ってるウイルス粒子たち、ビリオンですね、はその鳥だけではなくていろんなところにあって、常にこう寄生をしようとしている。それはこう根粒バクテリアがお豆さんに寄生をせざるを得ないように、土壌菌がいろんなものにこう入ってくるようにですね、あるいは粘菌がいろんな変化をするように当然起こりうる。だけどこれは細胞がないやつなんですね。しかしその細胞を借りてるというところに何か謎があって、問題はこの、だとすればですよ、ウイルスは情報因子である。ずっとこの問題が僕の、なんて言うんでしょうかね。これからこの後、次回にもお話しする編集というのを私はやってるわけですが、この編集の根本的な問題に関わってくるんですね。待てよと。じゃあ情報って何だと。情報はどこから来たのか。じゃあ情報を僕は編集してますが、そういう言葉を編集したり、イメージを編集したり、今日のように映像が編集されたりしていくんだけども、これってなんかウイルスがやってたこと、延々我々が繰り返してるんじゃないか。だけど、今度は我々にはですね、防御体制、ホメオスタシスっていうのがあって、例えば37度2、3分で恒常系、ホメオスタシスがあって、36度5分ぐらいからね。23分から37度23分ぐらいのところで活性化できるようにもう出来上がってきて、これはホモ・サピエンス、最近サピエンス全史とかサピエンス異変というベストセラーがだいぶ出てますが、まさに我々サピエンスはですね、ホモ・サピエンスはそういうものにはなってるわけです。それは鳩が鳩であったり、バッタがバッタであるように、シダ植物がシダ植物であるようになってるわけですね。だけどどうもその情報が変異して動いているということから考えると、彼らが編集してたんだということにもなるんです。次回そこからまた話したい。